かわいい。そう、めっちゃあったかい、これは。確かに、うん、すごいあったかいです。すごい、ね、首もね、ドッキングされてるからめっちゃあったかいし、良さそう。お、欲しいボタン押してたやつ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、かわいい。これはね、皆さん大好き富田さん品番やった気がする。そうだと思う、うん、確か富田さん品番だったと思われます、うん、あ、そうですね、皆さん大好き富田さん品番です。うん、あ、そのワンピ珍しくて可愛いですね。確かに珍しい。家部春でもいけますかね。あ、でも家部さんは結構優勝的な、ね、うん、カラーな気がするので、家部春さんでも大丈夫な気がします。このお袖部分も可愛いですよね、首だけじゃなくて。わかる、ね、富田さんって感じ。富田さんも着てそうですよ、着てそう。あ、富田さんありがとうございます。そうです、このワンピースは中は、ね、取れなくて、ね、ドッキングされてる、はい、アイテムになります。そう、ドッキングなんです。うん、トミーって。うん、あ、レタスは大好きなバイヤーさんがたくさん魅力的。ありがとうございます。ちょっとバイヤーさんに伝えておきますね。うん、何色展開ですか？これ2色展開でございます。はい、うん、これはそう、ドッキングなんです。この手元もね、うん、くっついてるアイテムです、うん。なんか珍しいですよね、ドッキングは最近。確かに。うん、そうそう、確かに何も考えずに着れば こうで完成なワンピ。いや本当に、ね、もう朝時間ない時とか、とりあえずこれ着たらいいと思う。あったかいし、しかも楽ちんだし、結構おすすめです。うん、そう、ドッキングなんですよ。かわいいよね。そしていきますね。はらちゃんだけじゃなく、カラーの魔術師のトミー様。富田さんにまた。確かに、長いからカラーめっちゃあれだもんね。ね、確かに。また、富田さんに異名が増えましたね。あ、ファーコート、片山さんコラボ、リブニットワンピースに合わせてもバランス取れそうですか？あ、めっちゃいいと思います。ちょっとね、サンプルが今なくて合わせれないんですけど、でも相性いいと思う。あの、岡部さんのドッキング、ニットワンピースでも。めっちゃ高見え、より高見えな気がする。確かに、ね、岡部さんも着てそうだし、うん、はい、ではでは、はい、今回は黒ということでいきますよ、はい、よし、最後になります、うんうん、裏起毛フェイクレイヤーのジップワンピースです。はい、品番が E-3210 E-3210 でございます、はい、お色がもぴちゃん着ているのがブラウンかけるオレンジです。はい、うん、です。そして、はらちゃん着てるのはブラックかけるブラックです。はい、全部で2色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、3490円。イエーイ。はい、そしてこちらも、アウターと同じでですね、11月の27日の日曜日朝10時から販売予定となっておりますので、お見逃しなく。なく、はい、はい、じゃあ、まきちゃんお願いします。はい、じゃあ、スルワイドをご紹介します、うん、これは何よりね、このドッキングが可愛いアイテムになってます。首元は結構よくあるんですけど、手元もなんか自動素材の同色のものがドッキングされてるので、この1枚ですごい完成するワンピースになってます、うん、でこれは結構締め付け感とかもなく、結構スパンってしたシルエットになってるので、ウエストとかも全然苦しさもないですし、うん、それこそ裏着物なんですけど、中にタイツとか履いてもらったらよりあったかいと思うので、中に着込んでもらうこともすごいできるアイテムになっております。はい、でこれは、ね、さっきお伝えはしたんですけど、裏着物になってますので、すごいね、気持ちいいですよ、これは。はい、肌当たりもいいですし、あったかさもあるので、うん、ほら、真冬も結構長く着ていただけるかなと思います、はい、あとこれポケットもついてます。なんと嬉しい、ポケット嬉しい。そう、両サイドにポケットもついてて、多分 iPhone もすっぽり入るので、結構大きめのしっかりしたポケットがついております。あとニットワンピとかではないので、なんか携帯とか入れてもなんか伸びる心配もそこまでないかなと思うので、うん、はい、これ普段もいいですし、なんかちょっとお出かけするとき、ちょっとそこにお出かけとか、お買い物するときとかにもさっと着ていただけるので、すごい着やすい、着回しもしやすいですし、結構コーディネートもたくさんお出かけとかでいろいろ活躍するかなと思います、はい、で、首元はね、結構しっかりタートルになって、結構長めにはなってるので、私も一回折ってるんですけど、そこまで苦しさはね、感じないかなと思います、はい、ちょっと若干首元もゆとりはあるので、あまり苦しいのが気になるなって方とかも、そこまで気にせず、
着ていただきやすいかなと思います、はい、で後ろに、ね、スリットが入っているので足さばきもしやすいですし、これはすごいおすすめ、もう今から重宝する一枚かなと思います。うん、はい、うん、スウェット生地ですか。そうですね、素材自体はスウェットで、ここがリブニットになってますね。はい、こんな感じです。うん、あまぴちゃん、チャック全閉めお願いします。 OK です。そこのチャックね、フェイクじゃなくてちゃんと閉まるんですよね。いいよね、そう。で、一回閉めたらこんな感じ。あ、もっと雰囲気変わっていいんじゃない。変わる、ね、これめっちゃあったかいマフラーいらんかもしれない、ね、こんな感じです。マフラーいらんかわいい、うん、ちょっと開けても可愛いし、あ、ちょっと開けるものも可愛いな、こんな感じです。うん、そう、くっついておりますよ。うん、うん、あ、いいとき、あ、ありがとうございます。じゃじゃじゃーん、すごーい、上手上手。でもこれ臨月ぐらいあるんちゃうかな、うん、結構大きいですね。そう、まあ、あとはもうちょっとお尻周りも皆様大きくなっていくかなと思うんですけど、うんうん、やっぱまあ、ある程度伸縮性があって生地であるのと、うんうん、身幅も結構まあしっかりあるので、うんうん、大方妊婦さん、あの、大丈夫かなと思います、うんうん、もしかしたらお尻がね、こうキュッてなってきたりもするかもしれないですけど、うん、まあ、でも妊婦さんはこんなもんかなって、そうですね、うん、思うので、うん、このアイテムは妊婦さんにも良いかなと思います。はい、いいです。あ、全部締めたいので嬉しい。あ、よかった、これは全部締めていただけます。はい、そう、トピタさん品番でございます。アーバー合わせてほしいです。あ、 OK、 じゃあちょっと合わせてみようかな。あ、タイツ履いたら静電気で貼り付きそうですか。まあ、裏起毛なのでこれから乾燥とかしてちょっとやっぱ摩擦とかで多少はあるかなと思います、うん、なので気になる方はちょっと静電気防止スプレーとか振っていただいた方が気にならないかなと思いますね。はい、うん、あ、雪国だから裏起毛でロング丈ワンピースすごく嬉しい。いや、めっちゃいいと思います。しかも首という首がちゃんと保護されてるので結構あったかい気がする、これは、うん、ね、手首もこんな感じで二重になってる、うん、あ、さっきのファーコート合いますか。あ、いそう、いそう、ちょっと着てみましょう。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。サルちゃんも着てくれた、うん、あ、いいね、ちょっとカジュアルな感じで。確かに、うん、カジュアルになるね。ね、合いますね。でも竹感もちょうどいいし、うん、良さそう、うん、良さそうです。はいはい、富田さん天才だわ。富田さんは可愛いのもいっぱいだ。はい、うん、うん、ここであれですね、どっちの色がおすすめですか。あ、その前に天身長さんをお願いします。はい、天身長動画お流しますね、うん、ほいな感じです。152のスタッフがスニーカーでもくるぶしちょっと上ぐらいかな、うん、なので低身長さんも結構これは全然大丈夫かなと思います。うん、こんな感じです。はい、こんな感じです。またあの商品ページも多分ハマると思うのでまた見てみてください。はい、うん、ハイネック2回やってくれてないです。大変聞こえてないから。ハイネック2回折れるかな。あ、やってみましょう、うん、お願いします、はい、ねえ、妊婦さんがこのワンピ着てたらめっちゃ可愛いですよね。さっきの感じのシルエットになりますね。私も好きです、なんかこういう感じ。うん、と、カバン肩掛けしてるだけダマになりそうですかといただいてますが、なんかそんなすぐにはねできなさそうな雰囲気かなって思いますが、うん、まあ、言ってもやっぱカットソーは少しずつ少しずつ毛玉も なっちゃったりはすることがあるの で、ね、あのちゃんとお洗濯ね、うんうん、あのおしゃれ着用洗剤とかドライコース洗ってもらったりとか、うん、お手入れしてもらったりとかすると、まあ、マシになるかな、マシかなって思います、うん、はいはい、どうですか。ハイコートこんな感じです。なんかまあやっぱちょっと長さがあるんでその分ちょっと分厚さはちょっと出てしまうんですけど、苦しさはそんな感じないし、まあ、見た目も全然なんか変な感じはしないかなと思います、うん、だから2回も折っていただけると思います、うん、そう、あのね、首と腕周り以外が裏起毛ってことですかって
こうなっていますが、そうですね、うん、うん、そうですね、そうそう、まあ、でもこの袖のここ、あ、このブラウンの生地の部分は裏肝です、うん、なのでここも裏肝ついてます、うん、はい、このオレンジのところは違います、うん、そう、素材がね違う感じなんで、あ、そうですね、そうそう、こことここがリブのカットソーを使ってて、うん、はい、それ以外はこのスウェットの素材の生地を使っているので、うん、このスウェットの部分は裏肝になります、はい、うん、です、はい、どっち色って、交換の声も多いので、じゃあちょっと一緒に抜けるか、そうですね、一緒に着ようか、ね、これ着替えて、はい、ね、ちょっとコメントは読みながら行くので、はい、うん、よいしょ、あ、気になってたけど実物見たら可愛いっていうコメント、え、可愛いですよね、ね、嬉しいね、ライブで見てくれてあれなのかな、嬉しいです、うん、152センチでもいけるって質問もあってますが、いけましたよね、あ、そうですね、うん、さっき低身長動画で152のスタッフが来てたので、そうなんです、うん、あのスニーカーでも引きずってなかったです、うん、あ、妊娠後期ですが買おうと思います、チェッチャック部分から授乳もできそうですかって、それは難しいですね、っていうのもあのこのリブの部分と首のリブがタートルの部分と身頃、うんうん、本体がくっついてるので、そうなんです、そうなんです、なのでジッパー開けたらあの中身が開くかっていうわけではなく一緒にくっついちゃってるので、タートルのワンピースと思ってもらった方がいいかなと思います、うんうんうん、うん、ちょっと髪の毛が大爆発してますちょっと待って一旦出ますが整えますね、そう、ブラックもね、めちゃ使いやすいと思います、シンプルでよいしょ後ろスリットはどのあたりまで入ってますか、あ、申し訳ない、はい、後ろスリットは、うん、私の膝下ぐらいかな、でもそこまで深くはないと思います、うん、こんな感じ、ちょっと膝下ぐらいかなと思います、うん、あ、一目見てほしいって思った、かわいい、ありがとうございます、嬉しい、嬉しい、ね、ブラックはまた全然印象が変わりますね、ブラックかけるブラックは ね、こんな感じです、うん、うん、ねえ、はらちゃん来たらどっちも可愛くて迷っちゃう、いや、迷いますね、そんなことないよ、うん、はらちゃんもさっきめっちゃにブラウンもめっちゃ似合ってる、本当、うん、よかった、あ、それチャック少しだけしといてもらえませんか、 OK です、これがいいかな、こんな感じです、うん、ね、私もブラウン似合ってますね、あ、バケ合わせたら可愛くなりそう、バケ合わせも可愛いと思うな、うん、可愛いと思いますね、もぎ、うん、ちゃんバケハめっちゃ似合うんですよね、バケハ好きです ね、でもハラちゃんの私物をずっとお借りしてて、ね、そうで私も買った撮影のたびにね、もぎちゃんにね、もぎちゃんがね気に入って来てくれてて、そうなんです、じゃあ前花ちゃんの渋ちゃんでめっちゃ借りてたそう、そしたら買ってました、うん、パーソナル関係なくいけそうですね、悩む、いけそう、ということでどっち推しですか、でもやっぱこっちかな、もぴちゃん色って感じやもんな、オレンジとブラウンのやっぱ組み合わせが好きですね、私は、可愛いですね、私は黒かな、やっぱり黒大好き人間だから、うん、はい色は何色ありますか、この2色です、はい、はい、この2色展開になっております、はい、という感じで、うんうん、全部いけましたので、そうですね、はい、そのあたりで一回おさらいに、はいはい、移ろうかなと思います、はい、うん、モピリンのクラもクールでかっこいいって、ねえ、マリスカありがとうございます嬉しい、うん、あー混ぜた、悩む、そうですね、どっちかな、でも結構これはもう本当に好き嫌いというか、うん、好みで選んでいただいてもいいアイテムのような気はしますね、そうですね、うん、うん、それではそれでは、はい、おさらいに行きます、はい、はい、まずはカラーニットですね、はい、はい、ブーブレ
キモートップスです。ヒンマガシーの 6582C の6582でございます。お色がアイボリーオレンジピンクブルーの4色で、嘘です、アイボリーオレンジピンクブルーブラックの5色展開になっております、はい、お値段が2990円。はい、はい、続きまして、はい、スカートですね。キモンフェイクウール、チェック柄スカートです。品番が M の3818 でございます、うん、お色がアイボリー×ブラウン、グリーン×ブラウン、ブラック×ピンクの3色展開になっております。お値段が3690円。はい、はい、続きまして、うん、これも良かったね。可愛かったですね、このワンピースも、うん、うんカシュクールニットワンピースです。品番が E の3206 でございます、はい、お色がクリームベージュブラックの2色展開になっております、はい、お値段が4190円。はい、はい、でございます。はい、うん、そして、はい、続いて、あこれも分かったやつ、ね、いきます。フェイクファーノーカラーコートです。品番が K の1198 でございます、はい、お色がアイボリー、グレージュ、ブルー、ブラックの4色展開になっております。お値段が3990円です。はい、なんか今日の日にちを思い出したらちょっといろいろ笑けてきてしまいました。ありますよね、私は、はい、あと最後ですね、はい、はい、裏起毛フェイクレイヤードチップワンピースです。品番が E の3210 でございます、はい、お色がブラウン×オレンジ、ブラック×ブラックの2色展開になっております、はい、お値段が3490円。はい、で全部で5点紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どれも可愛かったな、うん、ねえ、あー、はあ、悩ましい。いや、ね、そうですね、このコートかわいいとか、いやー、ね、ほんとこれは軽いし気持ちいい、うん、ずっとこうやってできる、サラサラしちゃう、ほんまに、ね、これとともに眠りたい。あ、いいですね、はい、うん、あ、なんだろうか、うん、ロゴスエット、はるちゃんがグレー、もぴちゃんがベージュ着てたやつ取り出されたんですが、繊維がふわふわの、まあれかな、裏起毛のロゴスエット、あ、私とありちゃん、はるちゃんが着てるやつですかね、かな、そっか、ふわふわ待ってしまうんですね。あ、すみません、私たちちょっと待ってなかったよね。そうですね、あまり気にはならなかったかもしれない、数申し訳ないのですが、うん、対処法がもしあるとすれば、最初はなんか結構私はいつも、うん、あの裏起毛系とかで、うん、と飛んじゃったりとか、ニット系とかでもやるときは最初に着る前にコロコロしたりとかします。で、取れそうなものは全部取ってから着るようにしたりとかは心がけております。はい、参考になれば嬉しいです、はい、もし何か、うん、何かもしお困りであれば、一度カスタマーサポートセンターにお問い合わせいただくのもいいかなと思うので、お手数ですがお願いします、うん、お願いします、うん、あ、今日たくさん紹介でも載ってたけど全部は紹介されてないのかなといただいてますが、うん、基本的に、今日の新作3点と、あと日曜日の新作で2点持ってこれたのを持ってきて5点紹介しております、うん、ただ、一応ね、こう合わせとかで一緒に、そうですね、そう使えればなと思って一応持ってきて、うんうん、いたのがスカートとか、はい、ニットとかなのですが、うん、その他のそれらはもうすでに、前の紹介の時にライブ配信してますので、うん、商品ページの中にライブ動画が残っているので、よければ詳細見てみてください。うん、お願いします。はい、はい、このスカートはね、もう発売し、多分再販なんで、うん、12時からスタートしてると思います。うん、はい、はい、すいません、そうですね、サンプル、ワンピース、そのサンプルだから、ね、そうサンプルだからですね、これはすいません、ごめんなさい、はい、うん、アウターリュックも添えますかと学んでますが、うん、全然余裕だと思います、うんうん、大丈夫だと思う、そう、うん、木曜、明日かな、明日のライブ、明日はね、そうです、明日はももちゃん、ありちゃんです、うん、はい、ももちゃん、ありちゃんで、うん、ももちゃんの品番がね、そうですね、そう、紹介されるので、うんうんうん、お楽しみにしていてください。はい、お願いします。はい、うん、このスカートめっちゃ可愛い、あれかな、あ、これ、ももちゃんがちらっと持ってくれてる、あ、これ
これ多分あ、そうそう一緒一緒我々二人で、あの新作の時に紹介させてもらって、これが再販したので、そうなんです。そうなんです。大人気のスカートだったんで、多分ね結構合わせやすいから、たびたび多分ライブでもよく、確かに、ね、合わせてたと思うんですけど、それが、うん、あのついにずっとあの完売してたんですけど再販してます。はい。うん。あ、今日のライブのアーカイブ全部残らないですかってもらってます。今日のは多分残ると思います。残ると思います。ごめんなさい。前回のは多分不具合だったのかな。そうですね。でなんかちょっとやっぱシステムがインスタ自体も変更してて、うん、なんか今まで1本上げれてたんですけど、なんか15分ごとでしか上げれなくなってて、うん、それで今回はちゃんと残ります。はい。で前回のやつは商品ページのライブ動画に行ってもらったら、うん、あの切り取ったやつが入ってるので、そちらの方合わせて見てみてください。はい。はい。あ、再販購入しました。ありがとうございます。ありがとうございます。おすすめですよ。うん。最後までそのワンピ色決めれない。これかな？私たちも推し色が分かれてるので、何度も言い難いですが。何度も言い難いです。そうそう。ね、どっちもおすすめです。オレンジの新作？オレンジあれかな、はなちゃんが着てるやつはドッキングしてます。あれはね、ワンピースとね、あのセットっていうかつながってるやつで、そうなんです。もうこれはね、このワンピースは日曜日でございますね。今週日曜日に再販予定です。うん、うん、金曜日明日のライブは12時からスタート予定となっております。うん、うん、あ、そうだ、カラーリップとアイボリーの歌合わせてみてほしいです。 OK です。じゃあ私これこの後白パン履くんで、うん、あのその時にカラーリップ着てアウター着ますね。はい、うん、うん、ぬくもりシリーズのライブ予定ないですか？リニューアルされているのはぜひ見たいのです。あ、まだね、そうですね、ちょっとライブ品番にもよるんですけど、結構できれば新作を結構多めに、ね、ね、お見せしたいなっていうのもあるんですけど、ちょっとライブ品番の調整できそうでしたら、またちょっとね、あのそういう機会を作りたいなと思っているので、もう少々お待ちいただけたら嬉しいです。はい、うん、あ、新色のパープル薬風にたれば見たいです。 OK です。これがね、多分 V ネックの方、ちゃう、そうやな、 V ネックの方は持ってこれたんですけど、パープル新色こんな感じです。結構これもね、使いやすいパープルかなと思う。これにね、こういう白パンでも可愛いし、それこそこの上にさっき の, あのフェイクファーのアウターとかでもね、可愛いし、こんな感じです。新色のパープルはこんな感じでございます。あ、じゃあ声 OK です。明日はね12時ですね。はい、私11時って言っちゃったからごめんなさい、12時です。はい、今日と一緒ですね。はい、うん、あ、横向いてください。そのワンピお腹ポコ大丈夫そうです。これはね大丈夫だと思います。特に締め付けもないですし、結構身幅も結構ゆとりがある方なので、こんな感じでお腹ポコはね目立ちにくいと思います。うん、はい、うん、ちょっと上がりますね。うん、あ、昨日お腹ポコなってるの頑張ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ね、パープルめっちゃ綺麗な色ですよね。すごい、これも可愛い、大人気薬風のやつ。ちょっとね、あの形がこれだけしか泳いできなかったですけど、めっちゃ可愛いカラーのいっぱい揃っているので、うん、よかったら見てみてください。うん、うん、うん、ね、確かに今日はちょっと滑舌がねよろしくなかったですね。あ、カミソリ乗ってるネック部分にパールがついてるニット、いつ頃発売予定ですか？は、今のところは来週発売予定です。はい、もしかしたら何かの、遅延とかで変更の可能性はあるんですが、今のところ、今のところは来週、再来週ぐらい、近日中にはなってます。はい、もう少々お待ちください。